ヤクルトは10日、都内の球団事務所で昨週ドラフト会議で育成1位指名した台湾、大桜交渉イング交渉の最速151キロ右腕、高橋る成、翔生,生18の入団会見を行った。登録名は翔生台湾の現役高校生が日本の球団からドラフト指名を獲得されるのは史上初となった。小川 GM によれば、 初めて目にしたたのは昨年だったという当初は日本ハムに昨週入団した育成の孫安スライ、スン・イ・イレ、当初をチェックしていた。その中で、小生の存在に出会ったという。同 GM は高橋る星を調べたら日本国籍と台湾国籍2つ持っていた。どういう形で取りに行くことがいいのかという話になった。例えば、 外国人扱いだと途中で高校を卒業する前に引っ張ってくるような形になる。やっぱり高校だけは卒業するということでやっぱりメジャーも日本の球団も含めて外国人枠で契約をされるっていうのが一番心配されたうちとしては体力的にも時間がかかるっていう評価の中での話し合いだったので日本国籍としてドラフトにかけようと背景を明かした。 ヤクルトの未来のエースとして期待する。同 GM は、もちろん一番は将来性ですよね。フォームもすごく柔らかく、非常に肘の使い方も柔らかいと。これから伸びしろは十分に期待できるというところ。1年間コンスタントに自分のパフォーマンスを出すっていうところの体力的な部分は、 まだややちょっと劣ってる部分あるんですけども将来的にはそういうピッチャーになるだろうということで獲得になりましたと説明したこの日から埼玉戸田の寮に入る2軍では通常は6金1球だが当面は3金1球など無理はさせない徐々に日本のプロ野球の体に慣らしていく